オラミゴ入りまります。今日は5月の6日第一土曜日で、まさにゴールデンウィークということなんですけども、はい、今日はですね、ゲストにこの前のねブラックアン TV パーティーでちょっと知り合って私スカウトして出てっていう感じでお願いしたんですけれども、はい、神戸から来ていただいたジェニーさんです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。で、ちょっと自分で自己紹介をどういう感じ？いつぐらいからその、ちょっと音楽や、お父さんがなんかアーティストなんですね。そうですね。今聞いたら、小さい時から父親が音楽を家でずっとやっていたので、その影響で、はい、私も音楽が好きなのでずっとやってます。あ、そういうことなんですね。でギターはいつぐらいから何歳ぐらいから弾き始めたんですか？初めて弾いたのは15歳ぐらいですね。中学3年生ぐらい、はい、その時もお父さんに習ったんですか？いえ、ギターは自分でなんか好きで弾けるようになった感じです、なるほど。で、今はもともと神戸、ね、お父さんがアメリカ人でお母さんが日本の方 でずっと、学校は日本の学校なんですね。ね、はい、だから両方できてね、いいですよね、バイリンガルで。ね、よく顔立ちがね、やっぱりハーフやろなっていうの分かるから、日本語喋れて、なんて言うんですか、読み書きできない人結構いらっしゃるじゃないですか、日本の学校行ってなかったら。大阪弁も喋って聞くと話すできても、いや読み書きちょっとダメなんですってたまにいらっしゃるんでね。だから日本にいたらね、やっぱり読めた方がね便利いいしみたいな感じがあるんですけど。で、プロフィール的にはその作曲とかは何歳ぐらいから、20歳ぐらいからですか？いえ、作曲は初めてやったのは16歳ぐらいです、ね。結構じゃあもう高校生ぐらいからやってらっしゃるってことですか？はい、なるほどなるほど、そうなんですね。で高校生から始めて、でお父さんはどういうジャンルの曲やってはるんですか？お父さんは特にジャンルは決まってなくて、仕事としてはホテルのロビーとかで歌ったり、結婚式でも。なるほどね、はい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 。じゃあちょっとオーソドックスなスタンダードナンバーをそういう結婚式場とかで、ギターですか、お父さんも歌と。いや、お父さんはどっちかといえばピアニスト、ピアニストなんですね。ピアニスト憧れるな、もうピアノないことやりたいピアノ、私もエリック・カルメンがね、アメリカの好きでシンガーソングライター、今も73やと思うけど、エリック・カルメンに昔ちょっと大阪に来はった時に会ったことがあって、カーマイ・アピスっていう有名なドラマーの人の、カーマイ・アピス&フレンズというのに来てて、でもちょっと愛想ないアメリカ人でね、クリーブランドのオハイオに住んでて、でもオールバイ・マセルフとかあれでも涙したことあるのにね、実はファンクラブも大学時入ってて、でもなんかね、そっけない方でしたけど、なんかシャイみたいな感じでね。であの人のピアノのね、ラフマリノこの構想曲何番っていうので、こうクラシックができてる人やから、基礎ができてるから、ピアノもうまくてすっごいいいバラードをね、作曲楽曲提供するから、もうピアノ弾ける男性がめっちゃ、女性もそうやね、憧れるんですよ。自分がちょっと中途半端で終わってて、やか風なかったら弾かれへんって外国的にバンド組んだけど、キーボードのその左手が分かれへんねんね。右のメロディーは分かんない、聞き取れんねん、左が分からへんからどないしたらええのって言っても、他のバンドの子は、いや俺キーボードやってん、分からんわって言われたら、だから弾けないそれで困る、コピーするときにね、自分の好きな曲調のあれではなかったんで、ちょっとあんまりちょっとだけやって、すぐにやめましたけど、あとはソロでデビューブーンのユーラテマアップとか、そのエリック・カルメンの楽譜買ってきて、そのバラード調のやつ弾いたりとかね、ちょっとやったことあるんで、今は全くやってないから弾けないですね、手が動かないと思う。だからピアノもやっぱり弾かなかったらね、ギターも何でもそうだと思うんですけど、ちょっと感取り戻せないと思うし、もう楽譜も多分ヨーヨー迷うなみたいな昔はね、こう弾き出たのに練習何十年だったら絶対無理やなっていう自信があります、いかれへんというのがね。そうなんです。で主にどういうのが、ジェリーさんは誰に憧れてます？憧れてフェバリットシンガーソングライター、一番すごい影響されたのはテイラー・スウィフト、やっぱりね、カントリーですもんね、あの人ね、出身がね、彼女すごいですよね、見事にね、すごいなと思う。で綺麗しね、美人やし、でどういうこと、どういう曲、彼女の曲とかちょっとなんかコピーできます？コピー、カバーっていうか、でも一番なんかファンの中でも有名というか、人気がある曲は All Too Well っていう曲なんですけど、はい、その曲
10分間もあって、うん、そんな長いのはちょっとね番組終わってしまうんで45分なんでそれもいいです。そうですね、はい、ちょっとあのメインラインのとこだけこうちょっと数分ぐらい、あでも最初の部分少し弾けるかなあ弾けるかないとこ、うんうん、そうなんですね。ちょっと今日ギターのね何でしたっけあの押さえるやつちょっと専門用語、あカッポですか。でもその曲はなくても弾ける弾けるやつ、あよかった。ほんなちょっとそれをちょっと1曲、まあ、半分ぐらい 4、5分、3、4分ぐらいでそうですね、長いのはね 10分間もあるのでちゃんと覚えれてるか分かんないんですよ。それは何あの間の前奏っていうか何かが長いんですよ。感想が、いや感想ではないです。曲のその詩が長いってこと？そうですね、全部詩が入ってる。ああ、あの人なんかメッセージソングみたいですもんね。ストーリー性がすごいある。ストーリー性がすごいらしくてね。ほんでなんか自分のあの前別れた恋人のことなんかこう揶揄して歌ってたりとか、はい、なんかそういうのをフィルムライト聴いた時にあそういう歌詞の内容でやりはるねんや。だから実自分の本当のトゥルストーリーでやる詩が多いらしいと聞いてるから、ほんなら、はい、その前の恋人ってあの人のことちゃうのとかってみんなが推測できるらしいね。そうですねすごいな。私も全部もう詮索してるというかもうストーカーみたいに、ストーカーみたいにそうだからなんかそういうのでやってて、まあ彼女は人を、ね、編み出してる言うからね、いろんなやり方あんねんなみたいな ね、 そうね。じゃあそのテイラー・スウィフトのカバーで、はい、もう一回言ったら曲のタイトル言ってください。私多分聞いた All Too Well、 はいどうぞ。タイトルは All Too Well、はい、あのまあ、内容としてはすごい、うん、あのその時の恋愛の状況をよく覚えてるから、うん、All Too Well っていうタイトル。ああなるほどねっていう感じです、はい、じゃあお願いします。Through the door with you, it was cold. Something about it felt like home. Somehow, and I left my scarf there at your sister's house, and you still got it in your drawer, even now. Sweet disposition, my wide-eyed gaze. We're singing in a car, getting lost upstate. Autumn leaves falling down like pieces in a place, and I can picture it after all these days. And I know it's long gone, and that magic's not here no more. And I might be okay, but I'm not fine at all. Again on that little town street, you almost ran the red 'cause you were looking over me. Wind in my hair, I was there. I remember it all too well. Photo album on the counter, your cheeks turning red. Used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed. Stories about you on a T-ball scene. It's all me about your past, thinking your future was me. And you were tossing me the car keys. Fuck the patriarchy. Keychain on the ground, they're always skipping sound. And I was thinking on a drive down anytime now. It's gonna say it's love. You never called it what it was. So we were dead and gone and buried. Check the pulse and come back swearing it's the same after 3 months in the grave. And then you wonder where it went to as I reach for you, but all I felt was shame. I know it's long gone and there was nothing else I could do. Now forget about you long enough to forget what I need. Downstairs, I was there. I remember it all too well.
secret, but I catch you like a note. Sacred prayer, and we swear to remember it all too well. Maybe I asked for too much, but maybe this thing was a masterpiece. So you tore it all up, running scared. I was there, I remember it all too well. And you call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. I'm crumpled up, piece of paper. I remember it. ございます。まあ全部じゃないですけど。ああ、これで3分の2ぐらいですか。そうしたらね、それぐらい。そうですね。10分の曲って長いよね。ねえ、そうなんや。一番好きなのは、うん、ベストワンはテイラー・スウィフトですか。まあアーティストは、はい。アーティストやったらね。あの実際に見たことはあのライブ、あのアメリカでか、ね、日本で。はい。なんか大阪城ホール。私が13歳ぐらいの時かな。あ、だいぶ昔。十数年前やね。そうしたらね。はい。うん、へえ、そうなんや。その時から好きですね。なかなか、その時からもうずっと、もうベストワンですね。ベストワンアーティストやねんね。そうなんや。まあ、いろんな意味です。あの、うん、なんか人生いろいろあるじゃないですか。その中で彼女の曲を聴きながらなんか乗り越えられたなってすごい思う。なるほど。なんかすごいメッセージがね込められてるっていうのはね、なんか FM の番組でもすごい言ってたから、そういう人なんやなと思ってたから、だからはっきりと物言うみたいやしね、やっぱりその辺はね。そうですね。アメリカ人、ちょっと日本人みたいにこうちょっとぼやかすことはしないんで、そういう感じなんですね。はい。あ、憧れの人やね。そうしたら一番会いたいわって言ったら、ね、あのテイラーする人に会いたい。はい、私も会いたいけど、あんまりそこまで知らないから。あ、ね、なかなかちょっとコネクションないです、残念ながら。ねえ、そうなんですね。で、あの日本ではね、なかなかねカントリーのなんかイベントってあんまり聞かない。で、私あの、うん、今週このゴールデンウィークは今年25回のね高槻ジャズストリートね、もちろんジャズだけじゃなくて、まあ、ポップスとかロック系もちょこっともあるんですけど、ラテンもあったりするんですけど、主に、まあ、あの今年はね、去年はそうでもなかったけど、海外からね、やっぱりアメリカとかデンマークとかね、なんかあのジャズの、まあ、歌姫の方も聞いたし、まあ、すごい良かった。まあ、ジャズも私もそう知らないんですけど、大体あの演奏だけのやつって聞いてたらちょっとあの眠たくなってくるって詳しくと一緒で、で、あの高槻はね、トリーホールってあのすごい綺麗なホールが3月にできてね、音も良くて、見たらね、うん、天井、それからあの横の壁、バーって見たら大ホールのとこね、あのこういう四角い木のコルクじゃないねんな、あれ、木を切ったようなあれがね、全部はめ込まれてるんで、すっごいお金かかってると思う。いいあれで千何百に入るんでしょうかね。だからホールが3つぐらい地下にもあるし、スタジオがあったり練習できる音楽室があったりで、あの、うん、初めて行ったし、まだできて2ヶ月ぐらいのとこなんで、すんごい綺麗し、なんかこう木の匂いがするって言うとあれやけども、で、まあ、うん、立ち見初日の3日はね立ち見あったんですけどね、徳さんってフリューゲルショーさんの人たちめっちゃ好きで、去年も初めてこうおしゃべりさせてもらって CD 買ってサインもらってして、でちょっと見て、でその後初日はね立ってばっかりでしたね。あと日野照正さん、もうだってみんなね整理券をね、もう朝の11時ぐらいには全部終わりましたって言われてね、で昼ぐらい行ったらもう、まあでも立ち見でちょっと一応入れますよ、ダメな時はダメって言いはんねんね、入場制限があって。で私その2日目の4日、まあ午前中仕事してから行ったん、あ、4日休みやったけど、初日はちょっと4時間だけ仕事して、まあ、友達と梅田でご飯食べてから行ってゆっくり行ったんですけど、まあ、でもまあ割といいとこ全部見れて、で2日目がねもう一番好きなジャンク藤山がね東京から来てるシンガーソングライターで、そしたらあの J-POP っていうか、まあ、いろんな CM 作ったり結構有名な方やねんけども、大阪とか神戸であんまりライブがなくて1回だけ見たことあるんだけどね、いつも高槻ジャズフェスに来る人やから、ここ何年間か、で去年、まあ、あの3、2年ねちょっとなかったんで、去年また久しぶりにやって、海外アーティストは去年ほとんどいなかったけど、まあ、
今年はちょっと格が上がりあってFM 心のちょっとまあ大きいスタジオであったりとかちっちゃいライブハウスでやった時にもうなんか入れませんって言われてもうそれほんで昨日ちょっとリベンジでね仕事ちょっと昼間で行ってもダッシュで最後の2曲ぐらい聞けなかったんやけど FM 心今茨城音楽祭今やってるんですよ京都明日イバオンイバオンってそれは10何回ぐらいだけどもで茨城市役所の近所のそのグランドのとこで FM 心がまたやってるやつとあとは駅のとことか十何箇所ちょっと茨城はちょっと規模小さいんですけどまあまあメジャーな方がやっててで前は駅のと阪急の駅のすぐ置いたとこ の広場とかやったからすぐにバーンともう楽やってんけどまた10分ぐらい歩いてほんでうわもう始まってるけどしゃあないな思いながらとっととこで最後の方に聞けてで CD1 枚買ってサインと写真してもらってほんでもジャンクさんもほんまに大阪来てくださいよってもうありがとうとか言って終わったけどね私またその後用事があったんですぐ心斎橋に行かないといけなかったんでね、うん、だからまあいうのは出るように頑張ってほしいわ茨城を思います、うん、ギャラは出ないけどもうそのちゃんとしたパンフレットに名前がクレジットされて多分あれね出してくださいって多分オーディションかなんかいっちゃうと思うねデモ音かなんかはね高槻ジャズはすごい格式あるもう25年でもう全国のロールモデルになってるだからその鳥取でもなんか京都6日と7日やるはったけど6日と7日あんのも鳥取ジャズフェスジャズストリートも12、3年やってますうちはまだまだ25に比べてまだ子供ですよねってそのピアニストの女性の方言ってたけどねカルテと組んではったけどこの後にまた行ってほんでるのがオーストラリアかなんか海外アーティスト4人のそのカルテとの人が昨日茨城出てそんな高槻出て茨城昨日出てで今日6日と7日が鳥取の方に、まあ、そのまま来日ついでに行ってはるみたいなけどね、うんうん、やってるからねだから結構高槻ジャズとか茨城音楽とかあと飛んだフェスティバルのも高槻市内やねんけどもちょっとちっちゃい駅阪急と JR の駅が近いねんね、うん、で尼崎のね尼崎私その尼崎はないんですよそういうのが、うん、フェスとかってあるけどちょっとまあ入場料3年なもっと歌えとかなんかね去年もしてたからという感じでそこまでしてまで別に行かれへんなみたいなねうんうんうんでだからほんまに全部無料でうん、うん、でまあだからT シャツ3000円私も買いましたけど T シャツ買ってもらったら寄付金の寄付ボックスにお金入れてとかねであとアーティストが出した CD とかグッズはね終わったらすぐそこで買ってくださいってギャラが出ないからその CD を売りたいんですよ皆さん、うん、もうある人はねメジャーな人はねで、まあ、ちょっとセミプロみたいな人は、まあ、自分たちが演奏して聴いてほしいだけいう人はまあそれはそれでいいんで、まあ、目的それぞれあるからねだからちょっとまあちゃんと CD 出して音楽をなりわいにしてる人はやっぱり CD 持ってきてで自分のなんかグッズも売ってそれでちょっとまあ今日のギャラやみたいな感じで楽しいんでもう雰囲気がねもう高槻の街素晴らしいもういい音がもうすごい聞こえてくるね、うん、歩いてたら。まあ、あれは尼崎はないなもうほんま市長とねちょっと言いたいわほんまに兵庫県あかんわ神戸のジャズストリートも神戸がジャズ発祥と言うてるけれどもなんか結構高く泊まってとかねなんかこうお金を取って儲けようかみたいな感じが多い高槻とか違うもうボランティア精神すごい茨城もそれに見習って隣の市やけど十数年前からやってるしでその高槻なんかまあセット飛んだで飛んだフェスティバルっていうのもやってるからまだ5回目やったかなだから日野テルマサが来たんですよ日野テルマサが世界的な日本人の80歳、うん、私はもうびっくりした、後でプロフィール見てねこの人ってそんなにすごい昔子供の時にこの顔覚えて今はもう80歳ちょっとおじいちゃんやけど背筋ちゃんとしてはるしお父さんはタップダンサーで、うん、生きてたら100歳超えてるでしょあの当時でやっとほんで今アメリカ在住プロフィール見たら3回目の奥さんって書いてある3回目の奥さんアメリカ人って書いてあってなんかみんなすごいなとかまであんまプロフィール知らなかったん で息子さんが次男が有名なギターベースがなんか55歳でなんか日野なんとかって書いてあってへえすごいんやなと思ってね、まあ、まさかそんな人がね無料で出ます普通6月で弟さんがなんか有名なギターかベースやったみたいけども癌で亡くなってはるね50代で。だからもう亡くなってその弟さんのなんか追悼でいつもこの時期はまあ日本に東京に来るからだからそのついでにまあ高槻を寄ってくれたみたいなねうんだからもうそんな私は日野テルマさんのまあトランペットってそんなわからないんですけど、まあ、ちょっと見る機会そんな自分でなかなか行く機会がないから、うん、だからすごいね良かった、まあ、あれはみんな行ってほしい、うん、高槻市民の人昨日会った人がね高槻市民なんですよ音楽はあんまり分かってない人でね
いや僕行ったことないですわ言うからね、いやそれ自慢せんといてくださいね。音楽わからん、いやわからんって知らなくて、あの知らなくてもいいから、もうそんな理屈違うんで聞いたらいいんですよ、国境越えますけどって言ったんですよ、うん、だから高槻在住のくせ高槻の市民あの行ったことないよね、うん、もったいないと思ってね、もう私なんかわざわざ来年一緒に行きましょうほんまに、うん、でなんかね多分ね出る手口がなんかあると思いますよ自分が やりたかったら、うん、そのね大きいとこ無理やけど FM 心小児とこはもう桃園小学校っていうね高槻市役所の横のその広いグラウンドで何千人来てんねん、1万人おれんと思うけど、ほい、うん、でみんなそのあの屋台っていうかなああいうのも出て、でみんなこうでもあそこね椅子がねもうすぐなくなっちゃってみんなこう陣取ってはるからね立ってみなあかんし遠くでやってんねん、アーティスト見えないほとんど、もう前にてももう詰め詰めでもうぎゅうぎゅうで見えない、で夕方になったらちょっとみんな帰っていく人多いから5時6時ぐらいになってきたらちょっとバイトするけども、昼の11時ぐらいから4時5時ぐらいまではもうめちゃめちゃ人多い、うん、うん、でその人たちがまたあのホールでやったり店やったりちょっと2つ3つ掛け持ちプログラム売れてる人はねやりはるから、でそれを見てこういろいろチェックするんですよ、もう大変やねそれ私も段取りまだ見たかったらちょっとこうずれたら見れなかった、入れませんの中にもあるからね、ほなもうしゃあない妥協してこっち見ようかとかね、上からこっち見てもええわとか言ってねでもね実際ホールが2つ座るとこは高槻市のやつはね座ってて、やっぱり座ってみんなやっぱり聞いてて楽やしね、うんうん、なんかこうちゃんと音楽聴かせてもらってるなっていう感じがあるからいいんです。だとはまあちっちゃな店でこうやってたりとかね、いろんなとこみんな協力して、だって50箇所であるんですよ高槻ジャズフェス、うん、すごい大きいとこからすごく多い、ね、あの茨城音楽祭は 20ぐらいかなんかちょっと少ないけどね、尼崎や神戸やらないわそういうのは、そうですね、尼崎はもうあの阪神とあれとめっちゃ場所はねちょっと無理やと思うね、あの歩いて移動できないでしょ、まあ、バスも出してはんねんけどね、ループバスみたいなもんだけど、その駅か駅と駅の JR と阪急が十何分で行き来できたら、まあ皆さん歩きながらずっとこう流れていくんですよ、うん、音の何かのあれを求めていくいう感じで、あれは天崎はできない、阪急 JR 阪神めちゃくちゃ離れてるから無理ない、うん、だから塚口の県立のピッコロシアターで、まあ、シアターが2つ3つ場所あるけど、今度阪神のやったらもうバスで十何分やからちょっと無理でしょ、アルカイコホールって立派なホールあるんですけどね、うんうん、大中小とあるんやけどもね、だから一箇所に絞る甘すぎ場合ちょっとロケーション的にちょっと難しいから、まあ、阪神の甘のあそこしか無理やけど塚口の方はちょっと使えないかなと、あんだけ離れたら歩いていける距離やから、こうなんかみんな連携して、であとスタッフは全部ボランティア、ボランティアなんです、だからすごい、でも私ねあのボランティアっていいなと思うねんけどもね、ボランティアしてたらみんな T シャツ売ったり誘導したりしてはるから役割やってるんですよ2日間、そしたらあの募金箱のねあの持ったりと、一時私友達見かけたけど声かけんかと思った、多分何々くやな、ちょっと人違いだったら嫌やからね何々くやと思うわって言って、あのちょっと見かけてんけど本人にまだ聞いてないですよ、多分間違いないと思うねんけど、あおったなと思うんだけどさて行ったんですよ私、ほんでねあの結局そのボランティアやってたら中に入ってあんまり見れないから、私見たい派やから、やっぱりお客さんに行かせてもらう方がいいかなみたいなT シャツ買うし、あの気に入ってるアーティストの分は CD 買うし、それ許してみたいな感じでそういう感じで、ね、ほんまに一回出てほしい高槻ジャズフェスとか、そうですね、まあ、うん、あのまあオーディションかデモ音遅れとかなんかあると思いますよ、うん、あると思うよ、うん、でないといきなりって出してくれはちょっとないと思うから、まあ、事務局あるんでね、また一回機会があればね、なんか来年に向けて茨城とか高槻とかね、うん、ゴールデンウィーク明けとかなんかねからだ、あ3と4で茨城が5、6と7か、あ違う5と6か、3、4の前半が高槻と飛んだよ、うん、うん、で自分の終わった CD も売れるし、カントリーでも受け入れてもらえる、カントリーでもあのねジャズが、うん、あのね全部ジャズじゃないね、あのだからボサノバとか私は見てないけど、ボサノバとかラテン系とかラテンジャズとかあるでしょ、融合したような感じので、フュージョンみたいな人もいるし、あんまりそのカントリーとかもそんなにバーッと出てないけども、ポップスのブリーとかでなんかちょこちょこっとね、あのすっごいもうなんかなんていうのバリバリジャズですっていうのもあるけれども、ちょっと残りのまあ 20% ぐらいはちょっとジャンル違うとこも出てる、うん、うんうん、そう浪曲とかその演歌はないですけどね、さすがにないけども、ポップス J ポップかポップスとか、あのボサノボとかラテンなんとかとかラテンロックとかラテンジャズとか、ちょっとジャンルがあとファンクとか、
そういうのもあるから、か別にいけるんじゃないかなと思うけどね。うん、私もちょっと骨がないんですけど、まあ自分ずっとやってるからそういうジャンルでって、まあ多分どういうふうにしたら出演できる、多分ね応募があると思うわ。だいぶ前になんかいつもそのホームページ見たら出演者募集って書いたんで、でその後なんか送るんやろね音をね。でそれで認めてくれはったら、じゃあいついつのどこどこって振り分けられると思うね。どこのお店でやるとかね、ちっちゃいライブハウスとか飲むとことかあるから、阪急の高槻市駅と JR とこに集中してるんですよ、ちっちゃいとこで。大きいのはもう超有名な人たち、もうメジャー誰でも知ってるわみたいな、え、この人このとこ45分ただやってくれんのみたい、ありがとうみたいな感じ、すごい有名な人ね、誰でも知ってるようなすごい人が来るんですよ。やっぱり FM 心が力持ってはるから、宇崎竜童とか、私原田信者見られへんかって、ちょっと時間がかぶってしまって、もう小学校まで歩いてこの十何歩歩くのちょっと無理やし、時間的に無理やから、もう他の方の見せていただいたんやけども、だからそういうのがあるから、だからきっとまあ今年の秋ぐらいで募集して、で来年の春こうですよみたいな多分あると思うからね、出てください、ぜひ。はい、そうですもう勝手にここで決めてるけどこれはちょっと高槻こんだけ言ったから、私もほんまに高槻ジャズストーリーとちょっと事務局の方誰か知らないとかなあかんな運営委員会ちょっと知らないんですけど、私もほとんどほぼ大体物覚えって25年もあるから、1回目からは行ってないけど結構行ってるんですよ、私音楽好きやから。それ知ってから、知ってから行ってね、もう一人でも行くし、友達とも行くし、もう行きたい思ったら出て行かないと気が済まないタイプです。ライブってやっぱりその時しかないでしょ、で映画とかは後からでも見れるけど、ライブってその時やから、毎日女の子だったら微妙に違うじゃないですか。でこれを今行けへんかったら、後で自分は後悔するなと思ったら、まあまあ仕事反動にするか、お休みにしてやっぱり行こうって、高槻ジャズ行くんでって言ったら、なんかもうそれで予定バンド入れてしまったら、もうその晩の9時ぐらいまではその音楽だけにこう集中したい、聞くだけやけど、すっごい楽しい。もうそれね、年に1回しかないのが残念、なんか3、4ヶ月に1回やってみたいな勝手に思ってるけどね行ってみたいです。いやもうだから私誘ったらね、あんた来へんかったから、ほんまによかったよ3日の日私3日というか、相手はみんなちゃうかったけどね、4日の日はね一人で行ったけどね、偶然ね声がしてね、鳥島ホールって新しいお堀高槻城があった後に行ってきて、か水の人工の川があってね、日本の川のなんかめっちゃ建物おしゃれなんですよ、あれおしゃれ、こじんまりとしたねホールやけど音いいし、だから木のコル、あれがこういう木の切り株みたいなのが天井から壁から全部ある、あれはお金かかってるやろね、なんか木の種類までちょっと分かんないけど、ヒノキなんか何木なんか知らないけど、うわ変わった壁やな、ね、私結構ライブいろいろ行くんで、いろんなところの新しいホール、最近東大阪とか新しいところもいろいろ、尼崎奈良海港も40年前にね建った建物なんで、まあ、そんなに斬新さはないんだけども、あとの最近のみんないろいろとこう工夫されてる堺とかフェニックスホールとか、そういうホールチェックは絶対入るんです私。ああで音質いいなとか、でもやっぱ音いいな、フェスティバルホールやね。もう言っちゃわないんやけど、フェスティバルはやっぱり山下達郎さん絶賛やし、あの人あそこでしかしたくないっていうあれやから、音の職人さんやから。だからもう高槻の鳥島ホールもすっごい綺麗。まだできて2ヶ月やから、あそこで歌えたアーティストがすごい気持ちいいやろね、見下ろせるし、2階からも見やすかったわ、すごい良かった、もうすごい感動。なかなかある人、まあ、行くタイミングとかね、お金を払ってそこまで見れる方そうじゃないでしょ、たまたま、まあ、上から見て、ただやかみんなすごい来てるよねとかで、アーティストもいて、絶対 TS 買って帰ってくださいよ、私の CD もっていう人いてんね。それが言ってもやっぱりね、来年運営できひんかったらね、皆さんまた遊びに来れないよって言ってね、ちょっと半分脅しみたいな感じで冗談で言いはんねんけどね。そう、私はでも大概 TS は買いますけどね、黒で。そうなんですよ、だからもう楽しいよ、あれは音の宝庫やで、あれは街から流れてる音楽がこう漏れてんね、お店の前でちっちゃい人なんで、結構日本人のまあまあセミプロっぽい、まあ、趣味でやってる方で、そんな超メディアとかなくても、そこそこみんなやっぱオーディションを受かってがレベル高いじゃないですか、だからもうその音やってたらパーッと返しの通りがやっても、あやってまでやってはるねってちょっと音漏れてくるでしょ、わいい感じやねって、こんな普通ないやんみたいな、普通うるさかったら騒音とかなるけれども、もうその時は2日間はもう音関係なくね、もう音が流れて OK やから、もうすっごいわ、あんな尼崎ないもんほんまにね、え、
たまたま去年徳さん の, あのバッグに出てた人が私の家の近所の方だったんですよ。ピアニスト中島なんとかさんやったけど、あの3丁目で私2丁目で、え JR 塚口、え僕もそっち、え近所やなって言い張って、えとか言ったら、私阪急の北側で2丁目、向こうは3丁目やったんです。うん、ちょっと今年はピアノちょっとあのお見かけしなかったけど、うん、なんか志保さんのライブに中島なんとかさんが出ますってたけどね、いろんな方のアーティストの、 あのピアノを弾く方、主にジャズとか R&B、 だから R&B の件も多い、うん、R&B、 私 R&B めちゃくちゃ好きなんで、まあ、あのラテンのサルサの踊りは別としてね、 R&B 系のやっぱり歌い込むああいう人の音がめっちゃ好きなんで、そっち系の人も結構多い、 R&B 系もね、うん、うん、なんか一人でソロで出るなり、その誰かと組んでユニットで組むなりやって、なんかこうちょっとチャレンジしてよ、今年の秋ぐらいに多分こうぼちゃうかなと思う、うん、そうですね、うん、まあ、音のこだわりとか私も結構あるので、うんうん、そういういい場所で弾け演奏できたらいいか、だから高槻ジャズは本当に東京から海外からで、まあまあ地元のね関西圏の方も来はるけれども、だけどまあちょっとオーディションに多分あると思うから、でも送ってなんか OK やったらいけるんちゃうかないう感じやから、うん、1回かかっても2回目茨城音楽も出る、どっちも両方こうかけてやるとかね、茨城はねあんまり場所がちょっと少ないからね2日間あるけど、うん、でもまあ茨城で、ね、昨日ちょこっとだけ、ほんま私1時間見なかったですけど、阪急の駅のとこいたらもっとすごいのなってるからね、まあドラムの音すごいね響くね、タタタってね、かっこいいだし、ドラムとないからかっこいいな思いながらね、あの駅のとこのちょっとした広場のとこでね、もうちゃんと上で PA の人もやってて、 PA がやっぱなかった音が鳴らないじゃないですか、だからすごいなんかみんなの努力の結晶で素晴らしいよ、うん、もうぜひもう体感してほしい。まずは見てからでもいいし、見てれたらね一番いいけどね、こうしたことないけどね、そうです、うん、ちっちゃいとこでも出してくれるんやったらね、ほんでもう満員で入ってもらえません、すいませんっていうぐらいだった方がいいと思う、だから50人とか何十人規模のとこも結構あるから、で行ったらいけるやろうと思って、ちょっと会場何出ますって言ったらさん言ったら、ここでもう終わり、えもう5分10分早くたら言えたかもしれんと思って、もうちょっとめっちゃ後悔してね、あれしゃあないわ、ほんでちょっとご飯食べてなかったんで牛丼食べたんですよ、しゃあないわ、でまだちょっと行こうかってまた戻ってホールにね、面白かったですよ、だ2曲目はね、どうしましょう、なんか自分のになる曲ちょっと歌ってもらっていいですか。そうですね、オリジナル曲は、うん、まあ、うん、あ合計と言いますか、はい、一応 YouTube に基本、まあ、作ったやつすぐ載せたりしてるんですけど、そうやね、今ねちょっと今回ちょっと宣伝ね、これは今月のもうね2週間先ですよね、土曜日ね20日の日に、これは1セット40分なので、まあそれを 2本する、でそのセットリストだとやっぱり変わるわけでしょ、あまあ全部違う曲は歌いますね。ああ違う曲にして。でこれ予約をしないといけないんですか？ある程度お店、いやそういうわけじゃないです。当日行ってもいける感じでね。はいはいはい。このフライヤーはお店が作ってくれたの？はい。ああそうなんや。なるほど。心斎橋ですよね。東心斎橋、うんうん。この辺ですよね。だからねブラックアンスタジオと近いところやね。はい。ね。私もちょっと行けたら行かせていただいて。でそれとあとインスタがこれですよね。はい。まあ、インスタに YouTube のリンクを載せてるので、リンクを貼り付けてる。で、YouTube を見るときはちょっと今回ね夜に今日今ちょっと Facebook でちょっとリアルタイムのやってますけど、晩に Facebook からその、YouTube に上がったときに概要のところにねアカウント載せてるんで、で一応それで検索してもらったらね YouTube を直接登録したら見れるってことやもんね。うん、結構何十曲って上げてるでしょ。まあ、オリジナル YouTube に載せてるオリジナル曲、うんうん、一応数えてみたんですけど、うん、47曲ぐらい。47曲もあるのすごいわ。YouTube ってね人の歌を歌ったらダメなの？いやカバーしてる曲も載せてます。カバーも載せても別に何もこう怒られないというか、なんか言ってこない、警告はない、ないですね今のところは。 YouTube ないねんや。そこら辺はちょっとわからないんですけど、私は自由になんか載せてます。なんかね著作権に入ってる曲やったらあかんのちゃうかなとか、なんかいろいろツイッターも規約がちょっとなんかいろいろあるみたいで、詳しくわからないんですよ。だから最近ツイッター最近まああんまり見ないけど、前は結構こう人の株を立てますで K-POP の子とかね、うん、なんかそれ一回やめてるから、人の歌勝手に歌ったらあかんねんなみたいな、人の歌を勝手にそのちょっと有名な人のアーティストの
だからそれがなんか厳しいんちゃうかと思うんだけど、だからあの同じ系列やが YouTuber もダメかな、そんなことないんですね。テイラー・スウィフト歌っても大丈夫、うん、そしたらその時にそれも上げてます。そうですね、上げてます。上げてます。で何も言われてないということは大丈夫やねんね。なるほどね、そうなんや、いろいろあるね。まあでもとりあえずは今一番はこのね、あの2週間後に迫りました夜の、これ場所どこになるんですか。ヴィダ・ラティナっていうところ、ラテン系のあれ人かな、なんか聞いたことあるんですけどね。で40分を2本やるんですね、間休憩入れて。そうです、ね、ここは何、あのバーです、カフェバー。バーですし、あとまあなんかよくダンスのレッスンとかもやってるのかな、まあライブとかもよくやってるところ。なるほどなるほど。まあねちょっとこれね、あの来ていただいたりですよね、皆さんね興味ある方は。そう、ね、じゃあそれと最後、じゃあ1曲ちょっとご自分のオリジナルやって。はい、はい、タイトル WYD、 まあちょっと変わったタイトルなんですけど。それ何ですか。なんかよくアメリカ、うん、まあなんか外国人と私しまあ喋るんですけど、何をしてるのっていう意味で聞くときに WYD、クエスチョンマークで、あのよくなんか どういうニュアンスのその質問、英語は。What are you doing? 何してますかでの省略をで WYD で送っ、なんか送ってくる時が多くて、はい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 、あ、それをタイトルにしたっていう。例えば You やったら You だけ入れるとかね、あるよね、なんかこう英語の時ね、はい、YOU セントね、そういう省略はそこまでわからんかったな私。それをタイトルにした曲をがあります。で、はい、YouTube にも一応載せてるんですけど。載せてる、わかります。それはいつ作ったんですか、その曲。これは去年の11月頃かな。うんうん、ああ、もうちょっとこっち来てもらった方がいいかな。あなたこっちにね。はい、わかりました。じゃあ、その、もう一回タイトル言ってください。WYD。WYD。じゃあ、どうぞ。はい、お願いします。He's calling me.Tell him he's the sweetest baby. I'm wanting him to make up his mind. Is he furious with me? Let go of all the things he said. So I expect the same in return. He's up all night and I'm not alright, 'cause I don't know what he's doing. Making me crazy, my mind is hazy. What's he doing?Up all night and I'm not alright, 'cause I don't know what he's doing. Making me crazy, my mind is hazy. What's he thinking right now? Oh, I'm wanting him all to myself. Is it too much to ask, babe? You've been busy, so you dismiss me, and you're breaking my heart, babe. Let go of all the things you said, so I expect the same in return. He's up all night and I'm not alright, 'cause I don't know what he's doing. Making me crazy, my mind is hazy. What's he thinking right now? He's up all night and I'm not alright, 'cause I don't know what he's doing. Making me crazy, my mindWhat's he thinking right now? I'm just a girl who has too much to give. I overthink everything. I can't let go of anything. His smile helps me stay tough from the ghost that I see at night.He's up all night and I'm not alright, 'cause I don't know what he's doing. Making me crazy, my mind is hazy. What's he thinking right now? He's up all night and I'm not alright, 'cause I don't know what he's doing. Making me crazy, my mind is hazy. What's he thinking right now? He's up all night and I'm not alright, 'cause I don't know what he's doing.
大体あれですか、歌詞はあの英語が多いんですか、ほとんど日本語ほとんどない。ほとんどないですね。もう英語でずっと歌ってる。はい。あ、英語の方がやっぱり作りやすいんですか。はい、まあカントリーミュージックやからやっぱアメリカのね楽曲やもんね、曲のジャンルはね。日本語はもう全然入れない、全然もう全く入れない。なんかあえて入れてない。日本語の曲あるんですけど、なんか、うん、歌いづらい、うん、歌いにくいのとちょっとしっかりこないっていうのがあって、英語で書くのが好きです。英語の方がしっくりくるから作りやすいことやね。はい、どういう時にね曲ってあの曲と歌詞どっちが先ですか。よく聞いて、私はアーティストの人、でも時と場合によります。でも大概はなんか歌詞とメロディーが一緒に頭に出てくるというか、うん、この降ってくるの、降臨する、あ、降ってきますね。いや、そんなんすごいな、よくなんかねどういうタイミングで、どういうタイミング、どういう、なんか夜中とかが結構多いんですけど、でもなんか、あのぼーっとしてて外歩いてる時とかもあります。道歩いてる時でも移動中とか電車乗ってる時とか、はい、それなんか書き留めるんですか。あ、なんかあのちょっとフレーズなんか、いか歌詞だけをなんか、うん、メロディーなしで歌詞だけを書く時もあります。あ、ノートにね、でも基本はなんか、うん、あのメロディーが降ってくるっていうのもあって、でも面白いね、あの、メロディー忘れるじゃないですか、それをレコーディング、うん、携帯に録音しないといけなくて、できない時とか、あんまり電車だとあかんもんね、ちょっとね、迷惑があるから、こう誰もいなかったらいいけど、そうですね、そういう時に思いついてしまうと忘れてしまう場合もあります、うん、ああ、なるほどね鼻歌みたいな感じで迷惑を入れとかなあかんわけやね。そうですなるほど、なんか外で誰もいない時になんかこうやってやってる時もあります。いや、そういうことがあんねんね音入れていいねん、であと帰ってからゆっくりとやるいう感じやね、はい、私は今日ね、ちょっとお願いがあんねんけどね、あのジングルね、もうちょっとまだ来月でもなくてもいいんですけど、あのジングルって要するに番組が始まる時にオーラミーゴって言葉入れてもらって、ブラッカン TV ジャパンみたいな感じで、ちょっとこう30秒1分ぐらいのちょっと声流すのにこう CD でにこう入れてほしいね。そういうの作ってくれへん私に。え、いや、みんなにね、あの何人かあっち出ていただきました、やってねえって誰もやってくれなかった声だけですか。いや、声で、いやいや、もちろんギターかなんかでこうピアノでもギターでもいいねんけども、やっぱりこの、あのよくラジオ放送ってじゃーんとその DJ の人のイメージで曲流すでしょ、はい、あのオリジナルの曲であったら、あ、この番組の曲って、あ、このスタートのあのあれが始まったなって分からない、それジングルなんですよ。それを私ここにはめて、あのリピートでちょっと最初にあのやりたいんです。まあできたら最初と最後にエニもやって、まあでも最初だけでいいかなと思ってんねんけどね。なんかオーラミーゴっていうこと、私がオーラミーゴスタートしましたって言って、こんなバサッて言うよりか、あの曲が流れてオーラミーゴって言葉入れてもらって、ブラカン TV ジャパン第一土曜日みたいな、ちょっとこうその辺がちょっと英語でも入れてもらって、それをちょっとリピートみたいな感じでこう1分か2分ぐらい、もう CD にね、 CD ロムにも普通のね、あれ売ったやつでいいけど、それに入れてもらったら、ここでこうパッと入れてかけ、あのやりたいんだし、それをね、何人かね、ちょっとできる人、あの言ったけど誰も持ってきおれへんって感じだね。ちょっとあのアーティスト系の人、今日出てもらったことあるんですよ、私の知り合いとかね。多分やろうと思ったらできると思うんですけど。そう、別にそんなに今日言って明日で言ってないんで、まあ次の6月、今一応出る人、一応決まってるんですけど、まあその時にこうできてたらかっこいいかな、みたいな。私のその番組の、ちょっと来月ね、4周年なんですよ。ですね、自分の名前知らない。4周年なんで、でそれで6月にやったんでね。ちょっと1回あのちょっと4回ぐらい抜けてるんですけど、まあ、4周年なんで、その時に4周年記念でジェニー作ってもらいましたで、ジングルこれみたいな、こうカッとかけた後にね、実はこの曲これでって、これからちょっとタイトル流しますみたいなやったら、最初の本当尺は1分ぐらいなんで、1分2分でいいんですよ。3分でもいいけど、まああとはちょっと音絞ってもいいし、とりあえずその曲が単調なリズムでアップテンポな感じでね、こうやって明るい感じも、暗いの嫌です、だから、うん、そういうのをやってもらったらこうかっこいいじゃないですか。ジングルって番組だから FM 私よく聞いてるんで、だいたいあの始まる曲っていうのが1分ぐらいあって、で、はい、今日も何々始まりましたってやってるんです。そんなでそれをやりたいんですよ。もうかっこいいでしょ、それやった方が、うん、それやりたいって言ってて、何人かこうシンガーソングライターモードで出てもらったことあるんですけど、誰も作ってきてくれなんでやねん、約束守ろうやみたいなね。あ、そうなんですよ、それを守る。だから今日言って明日はないんで、まあできたらちょっとなんかこう曲が降ってきた時でお願いしますあ、メロディーを私が考えた。いや、だからあなたの声で入れてくれていいね。
だからあなたの声でもう任せるわ、もうプロやから任せるから、その曲のメロディー、オーラミーゴっていうのは絶対スペイン語でハローフレンズって意味やねんけども、でブラックアン TV ジャパンみたいなのと、エブリファーストサタデーナイトでもまあいつでも見れるから YouTube でね、で見てねみたいな感じの曲と、なんかではスタートみたいな感じでこうちょっとなんか明るいそういう番組始まりますよいう、まあ、告知の曲ジングルで、それがオーラミーゴのテーマ曲で終わったら、この曲になったらあそうやねんなって分かるから、そんなもうパッと始まるよりか、それをちょっと私はやりたいのも自分はそんなできないから、あなたの声でいいんです、はい、あなたの声でその、まあ、私必要事項オーラミーゴとブラックアン TV ジャパンと第一土曜日ぐらい入れてほしいけど、で YouTube でチェックしてねみたいな感じでこう、うんうん、それをまあ2分以下ぐらいの短いので、その長い曲で10分言いませんテイラーみたいに2分え同じこと言ってるのこういうことでもいいし、もうだからそうジングルってスタートの曲やから、今からさ番組始まるから皆さん聞いてください、スタートしますよっていうお知らせやから、だからその単調なリズムでいいんですよ、ちょっとアップテンポで、うん、うん、まあ、ラテン系とも何も言わないですけど、アップテンポなリズムで明るいこうポジティブな感じの、暗いそんな冷たい音楽いらないんで。内容とかは、内容は別にまあセリフはまた後でまた言いますけど、さっき言ったオーラミゴとかそういうのちょっと入れてほしい、タイトルやから、あ、うん、で私の番組ですみたいな、ともこの番組ですみたいなのをこう入れていただいたら、それをずっとこう、うん、ビラ英語を使おうかなと思って、うん、うんうん、でまたある程度やったらまた違う曲でもいいんだけど、まあとりあえずそれを来月も再来月も間に合ったら作ってまた CD でね、でここでかけれるんで CD ルームでかかるんで、そしたらこういいじゃないですか、今知らん人の曲をだとテーマで流してさ始まったら止めるだけじゃなくてね、自分のジングルにかけた方がかっこいいでしょ。そうですね、うんうんうん、であなたに任せ、あなたの声でいいんで、はいはいはい宿題ですそういうことでどうでしょうか、はい、まあ、うん、ちょっとまだ質問いろいろあるかもしれない、いやいや、それはまだまだそれは詳しく打ち合わせまた後でいいんでね、はい、ということで、そしたらまあとりあえずね、一番今気になってるのはこのライブ、ここは何回かやってらっしゃるんですね。神戸では全然やらないの、地元ではもうだいたい何回目、2、3回やってること今後で、はい、はんはんはん、で普段は結婚式のとこでちょっと歌ったりとかお仕事されてるんで ね、 そうですね、英語教えたりとかね、でこういうのって定期的に月に1回とか2ヶ月1回とかやるんですか、ライブは。うーん、まあ阪神館で神戸とか大阪で、神戸では今やってない、まあ、神戸はあんまりやってない。神戸ね、私の友達のとこね、やります、私プロデュースしますよ、き多分彼女見てると見てくれる、ここにも去年の3月出ました、ちょっと彼女も趣味でギターやる子、チャイニーズ系やねんけどね、で彼女はピンクドラゴンっていうショットバーやってるんですけど、元町でおばさまのが社長で、でそこでね一応ライブをね、ちょっとラテン系のアントニオカンプ一回去年やってるんですよ、で20人ぐらいね、とかピチピチ入るとこやから、どう元町あライブ、うん、そうそうそう、マイクはある、はい、でスピーカーがどうか、ちょっとその辺はまた一回そこ見に行ってね、できるかどうかチェックしてもらうのってあかんけれども、普通のバーなんでマイクとちょっと申し訳ない、スピーカーはどうなんかちょっと私分からないです、機械的なことは。一応スピーカーは私も持ってんの、だから JR 元町からね歩いて10分もかかるかかからへんかいね、またそこをまた連れていくんで、また、はい、彼女がいいって言ったらできる、金曜日はダメやけど、金曜日以外は日曜日も休みやけど、月曜から土曜のうちのまあどれかでね、土曜日とかでもいいから、自分でお客さんも呼ぶ、お店も呼ぶ、私も呼ぶみたいな感じでね、うん、ちょっと今ふっと思ってんけど、そここじまりしてていいんちゃうかな、10何人から20人ぐらい、うん、ライブハウスじゃないけども、うんうん、静かな人と、ね、やってみたいですよね、うん、はい、美香ちゃんやってみたい言ってますからもっともっと頼んでみて、まあ近いね、夏ぐらいまでにやりたいですよね、そこで一回ね、土曜日とかにね、そうです、ね、そう、お店もなんかお客さん読んで、私もちょっと取材読んで、あなたも読んでした、ちょうど20人ぐらいになるんじゃないかな、アントニオの時もそれで行ってきたんで、やると思ったらできるんですよ、何でもやらへん、いやちょっと自信ないだから できます、私も去年それでちょっと結構私プロデュース3つぐらいやってたんですよ、去年ラテン系の方のアーティストね、うん、どうぞぜひよろしく、うん、今ふっと今思ってね、あなた神戸やしね、ね近いからいいんちゃうかなと思って、そうですね、うん、近い方が毎回どんなんかね、でちょっとお隣もあるからちょっと状況見てね、まあそこ一回ちょっとショットバー飲みに行きましょう、
7時からやってるんでね、うん、であの金曜日だけはできないんです、その日そこにちょっとあの別の企画が入ってるから、それ以外はできるか、土曜日とか晩とかね、一回さあのやっていいかないことがあれば、あのミカちゃん言ってますのでね、お願いしますね。ミカちゃんでピンクドラゴンのミカちゃんってやつです。ということで、まあ、あのありがとうございます。そしたらね、あのぜひぜひ来月、あ来月は今2週間先ね、ライブぜひ成功して、でそれを土台にピンクドラゴンもちょこっとやってねえ、本当に楽しい音楽みんなでね楽しみましょう。ということで、ではまたね、皆さんあの来月は6月ですけども、いつ帰ったかな、一応まあ私の知り合いが出る予定ではあるんですけれども、あの第一土曜日どしどしまたリム送っていただければ、はい、よろしくお願いいたします。では今日はねどうもありがとうございました。またね出てください、あのジングルだけお願いします、はい、じゃあそういうことで皆さんはまたね、アスタルエゴチャオ。